シリガハル浜田駅からちょっと離れて、反対側に行こうとするとこの辺を通らなきゃいけないってことね。日本工学院専門学校さんって非常になんかでかい専門学校、なんか自転車みたいなのが通ってて、これでも専門学校ですね。東京工学院臨床検査学科。いろんな学部が混じってるんですね。臨床の関係があるってことは、まあ医学祝日なんで空いてないんですけど、猫ちゃんがよく見せてます。今日のご飯工学院通り商店街って書いてありました。なんかこの工学院が工学院のなんていうか、でかいな。こちらは西蒲田という工学院なんですね。学生さんたちが利用されるんですかね。そういう割にはなんかコンビニがないんですけど、何があるの謎ですね。大家さんとかあります。非常に美味しいのよ。パン屋さんがあるのかな。